モネダ宮殿チリ大統領官邸モネダ宮殿内部、モネダ宮殿はチリの大統領官邸。1784年にホアキントエスカ設計の下スペイン植民地の造幣局の建物として着工され、1805年に完成する。1814年から1829年にかけて通貨が作られる。1845年6月より、 チリの大統領モヌエル・ブルネスが大統領官邸として使用する。その後、大統領官邸として機能を果たす。ガブリエル・ゴンサレス・ビデラ政権以降、大統領の住まいは別のところとなる。1973年9月11日、チリクーデターが起き、サルバドール・アジェンデがチリ大統領として執務するモネダ宮殿に対して、チリ空軍が爆撃する。 自ら銃を手にしたアジェンデ大統領は戦死したともまた自殺したとも言われていたが地理当局の遺体調査により2011年自殺であることが判明した建物も各所で破壊されたままとなる1981年に大規模な修理が行われ再建される2006年には地下に モネダ宮殿文化センターが完成されて広く市民に公開されている空間となっている。2008年9月15日にはモネダ宮殿で当時のチリ大統領ミシェル・バチェレによって南米諸国連合緊急首脳会議が開催され、ボリビアの農民虐殺事件をかつてのチリでのアジェンデ政権に対するクーデターになぞらえて非難した。 英平交代式が1 4 5 8 1 1 2月は、多摩数日に2.36.79.10月は、非数日に行われている。私リ政府公式サイトでの説明ページスペイン語サイト。ありがとうございます。